日本関東地方神奈川県横浜市戸津く、舞岡町舞岡町は横浜市戸津くの町名。定番を持たない単独町名である。住居表示未実施。郵便番号は244-0813。舞岡ふるさと村指定区域。左奥の白いビル付近に地下鉄舞岡駅がある戸かく東部に位置し、面積は2.377平方キロメートル。 南北に長く地域南部にある舞岡公園付近を源流とする舞岡川が町南部から北部へと流れ野党を形成している。町域の中部及び南部のほぼ全域が市街化調整区域とされ町の中部から南部にかけて農業保護、振興及び景観保全のために舞岡ふるさと村に指定されており農業が盛んある。さらに町の南部は舞岡公園や 舞岡ふるさとの森として、緑地保全されている。北部側は、国道1号にも近く宅地化されており、かつての鎌倉郡舞岡村で、1889年に、上、柏、下、柏、前、山田、後、山田、ヤマ平戸の各村及び長屋村戸口と合併、川上村となる。1939年4月1日に、横浜市と近くに編入され、 とつかく前岡町が新設された。地名の由来は、はっきりしないが、古くは、腰村と呼ばれていたが、1302年に、白旗が空に舞った事にちなみ、前岡に変わったと言われ、延響2年に、南条時光が資産を着し、南条時忠譲った書面に、前岡と記されている。その後、前岡も用いられ、ご北上氏の作成した小田原州書領役長や、 1737年の更新等に前岡の記述が見られる。南部の一部は昭和40年代に宅地開発が行われた結果、1980年10月1日に南前岡一から4丁目が新設され、前岡町から分離した。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。道路は町北部には県道横浜伊勢原線、中部には都市計画道路前岡上里線がいずれも東西に通る。また都市計画道路上、長田に大船船長の一部区間が整備中であり、道路交通網の結節点となっている。さらに中部から南部にかけて上長屋戸塚線の延伸計画があったが、 舞岡ふるさとの森の緑地保全も考慮された計画目の推しにより廃止となった町中部に横浜市営地下鉄ブルーライン舞岡駅がある中部及び南部は江ノ電バス横浜の複数の路線が地域内を経由しまた北部には神奈川中央交通舞岡営業所がありそのどちらも戸塚駅へのバスを高頻度で運行している地域が 南北に長いため小中学校の学区は、地区内の舞岡小学校、舞岡中学校をはじめ隣接地域の複数の学校に設定されている。二福本社と舞岡が青根沿い鎌倉街道とされる古道があり、そのため、現地、北条氏との関係のある史跡が残っている。また、北西端は東海道の旧道と接している。ありがとうございます。